今日は私たちが毎月参加させていただいている久屋大通り発展会主催のクリーンアップアクションに参加していきたいと思います。イエイイエイレッツゴーレッツゴーイエイイエイ、まあ、その袋に入れていただいて錦通りから、桜通りまでの久屋大通り公園とあと沿道の清掃となっております。沿道出陣地アイビレアパーティーの後撮りました。そこ置いといてください。はい、3人です。大丈夫もらっててください。お願いします。あちらで赤の袋で行きます最初1999年にテレビ塔株式会社の社員数人でこの久屋大通り公園とテレビ塔の下を掃除したことから始まりました、うん、でその後に、まあ、テレビ塔の社員だけでやるのもなんだろうなということでその地域の人たちを巻き込んで町づくり団体の、一環として始めたのがきっかけで今ではどんどん拡大していっていろんな人に参加していただけるイベントになりました。ありがとうございます、はい。クリーンアップアクションに関してどんな思いを込めているんですか？はい、僕は堺という街がすごく大好きなので、まあ、堺を盛り上げるという意味もそうですし堺の街をきれいにするということとあと人と接するのが大好きなものですから、うん、まあ、地域の皆さんと一緒に堺をきれいにしつつ盛り上げていきたいなという思いでやっております。はい、それではですね、運営で苦労したことはありますか？はい、実は正直ないんですよ。ただ前の日に天気予報が雨模様だったり曇りのち雨だったりとか、 なんか天候が微妙な時当日も含めてその時は開催しようかどうしようかなっていうのは悩みますね、やっぱり。はい、クリーンアップアクションに対して周囲がどのような反応だったんでしょうか？そうですね、まあ、周囲というか、まあ、僕自身もたくさんの人と出会いましたし、それこそクリアーズさんもそうですし、あとなんか社会の清掃活動を通じて街がもっともっと好きになりましたね。はい、あとはまあいろんな人に声をかけられるようになりました。はい、そんなくらいですかね。ありがとうございます、はい、それでは久屋大通り発展
今後どのようなことをしていきたいと思っていますか。はい、そうですね、まあ、コロナ禍であるには変わりないんですけども、まあ、引き続き地元の皆さん、地域の皆さんと一緒に町を盛り上げていきたいなというのを思っております。それでは行っちゃいましょう。私たちの決め台詞があります。みんなはいって返事してね。それでは行きますよ。みんなこいつは超ダメだぞ。